ちょっと誰か押して追放しましょう。なんでそんなこと言う。キリさん見たっていう情報があったから。キリのちょっと時間を勘違いしてたね。待ってたって話してたから。もうちょっと詰めたかったな。しゅっ。いいキル。お疲れ様です。いいキルじゃなかった。いいボタン。キル？いいボタン。ごめん。ごめん。はい、いいよ、わかった。許す。いいボタン。はい。許す。今許すって言ってるとこ絶対入れてると思う俺。てかね、あのね、これキル起きてたらもう終わってたよ。よかったね、起きてなくて。よかったー。終わってたよ。キルだったら。もし今誰かバツついてていいキルだったよって言った瞬間にもう終わりよ。アドミン見てないです。しかも夏目は。僕が見てたんで。なんで押したかっていうと、藤宮さんがウェポンから下に入ってきて。はい、なんかね、エレジーさんがね、夏目視点だけめちゃめちゃ怪しい。え、なんかめっちゃぐるぐるしてるじゃんと思って一緒に動いただけなんですけど、で、その後僕は左側行きました。いや、違う、自分視点はエレジーさんが怪しい動きをしてて、足しても知らないけど、まあ、え、なんか、あそこにいて怖くなかったのかなって思いました、僕は。怖いから押した、怖いから。え、でも僕離れてましたよね、いなかったと思うんですけど。あ、そんな強く疑ってるわけじゃないから。あ、大丈夫ですよ。はい、あ、本ですか、よかったです。いや、入れてよかったな。2票なら僕も入れた方がよかった。入れてよかった。ちょっと誰か押して追放しましょう。なんでそんなこと言う。ナビいけるかな。右が爪さ、白、黄、緑。お疲れ様です。あー、すごい位置でやってるわ。まさかりさんが、はい、ストレージ上のストレージカフェテリア間の通路上側でやってました。多分センターさん視点だと自分の白証明できない視界内にいたと思うんだけど。あー、じゃあセンターさんから喋ってもらおうか。いや、白は証明できないですけど、ロラでいいんじゃないですか。じゃあロラでお願いします。僕、夏目先生なんで、僕夏目先生が殺してるの見てないんですよ、ちなみに。あ、なんか、マシャカレさん的には夏目さんに急になつられたみたいな感じですか。そう、だから、ああ、じゃあインポスターなんだなと思って。多分、僕アドミン入ろうとして、夏目さんがなんか変、なんか追いかけてくるか、なんかアドミン入る感じ。多分、その、藤宮さんがカフェテリア方向から来てて、僕、マシャカレさんとすれ違って、レポートって感じだったんで。え、だったらマシャカリさんとセンターのすれ違ってんだったら自分ともすれ違ってるはずだよね。センターさんと自分ってレポート前までずっと一緒にいたんだから。マシャカリさんが自分の姿を見ていないって証言おかしくないですか。いや、殺してるの見てないってこと。どう？あ、そうそう。違う。姿は見たんですか。姿は見た。え、夏目さんはマシャカリさんが真っ二つの姿を見たんですか。真っ二つとか見てないです。だ、姿は見たけど。あ、じゃあ、夏目さん視点で。あ、夏目さんか。殺した瞬間を見ました。いや、え、センターさんどっちに入れました。僕マシャカリさんに入れました。あ、わかりました。じゃあ合わせましょう皆さん。じゃあまあローラーでいいんじゃないですか。夏目さんローラーで一応絶対釣れる。夏目先生ボタン押せるよ。あ、押せないですね。だって夏目さんは見てんだから。見たって言ってるんだから、これはいいんですよ。一応釣れるんですよね、絶対。なるほど。その他の可能性は今から考えましょう。はい。マシャカリさんでも夏目さんでもない。ない。その可能性は、いや、ちょっと今から考えないよ。これローラーでしょ。強振パターンってことそれ。どっちだ。夏目さんがいいのか、いいのか、いいのか。
ボテボテロラでいいのか。私夏目先生だって夏目先生見たって言ってんだから。先生が見たって言ってて。見たしてどっちかが言ってる場合はロラでいいんですよ。あ、もうロラでいいよね。そうそう。別の可能性は考えなくていい。そもそもローラー対象のボタンは当てにするべきじゃないと思います。まあかる。そっちから行くの。まあいいや。じゃあ私ボタンをしますね。名言出ましたね、竹尾さんの。なんて。確認や。まあシチュエーション的に。ありがとうございます。はい。あ、ゾニキさんがボタンを押しますねってさっきおっしゃってた。あ、はい、言いましたよ。あ、そうですよね。ありがとうございます。他に話すことって皆さんありますか？一つ言うなら、なんか。保有しないでほしい。あ、夏目先生がインポスターの時はゾニキさんはインポスターじゃないんだろうなと思います。 OK です。これもしもう 100% 納得してくれるんだったらあんまりしてほしくなくて、慎太郎さんと、あ、うん、違うわ、センタン夏目が一緒にストレージアドミンに入るぐらいまで行動してました、うん、その後にストレージに一緒に下りました。で、マシャカリさんがキルするところを自分視点で確認できていたので、戻って自分がレポートしましたって流れです。マシャカリさんとすれ違ったのはストレージ上ですれ違いました。マシャカリさんの、は自分を見たという話をしているので、自分を見失って自分がキルしてマシャカリさんになするっていうのは、マシャカリさんがアドミンに入ってないと、不可能じゃないですか。アドミンがカフェテリアに入ってないと自分のがキルしたっていうのは見えなくない、見えないって条件に合わなくないですか？夏目先生が白いかなとは思ってるんだけど、客観的な話をすると、うん、そもそもセンタンとマシャカリさんとかセンタンと夏目先生もあるっていう前提を置いちゃうとね、その僕ら客観視点夏目先生の城ってどうしても置けんのは分かってもらえるかな。あ、じゃあいいです。あ、そうなのよ。あ、ちょっと心情的にはめっちゃ信じたいっていうは言っとく。あります。うん、あ、本当にやったね。投票するんで2浪のケアぐらいしてた。本当にセンターさんと夏目さんかも社会さんの2浪のケアだけで一応夏目さん釣れば1浪は釣れるからって。アメネコ、アメネコ、ちょっと質問なんやけど、俺センターさんをめちゃくちゃ白く置いている場合、センタンさんの先端さん軸で考える以外である？夏目さんするのって。先端をでも白って言うとブリちゃんの主観だよね。主観というか感覚だよね。後で言う。オッケー。今すぐじゃなくていいけど、押さなくていいけど。スキップ入れました。オッケー。あ、でも話、はい、話してみたい。謎の嘘をついていく。まあいいですか。片方がキルしたって言ったら見て、なんでそうなるか、大丈夫。さあ、一瞬こんがらがってた。良きタイミングだと思ったので、アドミンタイミングです。あ、竹尾さん話したいことなんかあります？ないです。どうぞ。したらちょっとさっきのブリちゃんの話を聞きたいな。あ、初回の時に夏目先生がめちゃくちゃ割と早い段階でボタンを押してたと思うのね。うん。
で、うん、その時にタスクの進み具合って2個か3個ぐらいだと思っており、うん、ハイブリ初手先端さんと一緒にカードスラッシュを終えているので、ほぼほぼ自分みんなが信じてくれるんだったら実施点は先端さんと俺がほぼタスクをやっている2人になるので白いなっていう印象があるから、先端さんをケアで軸っていうのが俺自身は追いにくいってこと。ああ、初日の進行度でそう、初日の進行度がほぼほぼだってかなり早い段階で夏目先生押してたから、わかんないですよ、他は助けた人いるんじゃないですか。それはめちゃくちゃ、あ、でもまあブリちゃんの視点はまずいい視点、僕視点はね、僕視点は僕がカードスラッシュやって、うん、他センターさんがやってなくって他の人が何かしらをやっているだったら話は変わるけどっていうぐらいか な、 なんかナビゲーションとか誰も言ってない場合はほぼそうだろうね、うん、まあでもカフェ右上とか藤宮さんがいるから、カフェ右はね1個完了タスクない。ダウンロードはどうですか。ダウンロードはアップロードまでしなきゃ、アップロードまででいい子なんで、でゴミ捨てもあれだから、多分カードスラッシュとあと右のナビゲーションぐらいかな、速さでできるの。あ、そうなんだ、あれ完結しないとゲージは増えないんだ。あ、そうそう、あの左の2分の1とかになってるやつはその2分の2まで完了して初めて、そうだから電線もミドルベイのスキャンとか多分初手であんな早いタイミングで終わらせるタスクってカードスラッシュとそういうナビゲーションとかだけだと思っているから、実施点は先端さんが白いし、先端さんから俺が白く見えると思っているからあんまり軸で考えたくないっていう意見だった。あ、なるほどね、それめっちゃ面白いね。でもしそれで先端の死のがみんなのタスクを洗って証明できた場合は、先端視点夏目先生が無理ってなれば夏目先生を釣れなくて済んだ。正しい。ごめん、ちょっとさっき言えばよかったね、夏目先生。あ、でもね、多分ね、時間が足りてないとは思うから。いや、僕別に夏目さんなんかその隠しろとかじゃないんで、どっちみちそんなちょっとしか離れてない、ちょっと離れてたんで、どっちみちローラしてましたよ、僕入れたし夏目先生に。墓場に向けて言う真実。え、いい？エレクトリックか。オレンジ茶色。ああ、入りたかった。オレンジ茶色黒。最近インポスター着る前の多くて。やばい、これ、死ぬかも。やめ。やめる判断。賢明判断。緑茶、オレンジ。やべ。こういう動きしてるとさ、容疑者にすら入らないんだよね。ほぼほぼ容疑者に入ることってないよね。知らない立ち回りって、そこも大事なんだな。いかに容疑者に入らないかも大事だと思うんですよね。オレンジ、オレンジ、オレンジ、茶色。今日の血液型占いランキング第1位はごめんなさい、Oプラスのあなた。Oプラスのあなたは街を歩いていると瓦礫が工事現場のなんかあのよくあるあの鉄の あれが落ちてくるかも。お疲れ様です。はい、配電盤の前で慎太郎さんが亡くなってました。何の前？配電盤です。配電盤、エレクトリカルの配電盤直すとこです。直んなかったと思うんですけど、多分速切るとかで逃げたのかな、弁当とかに。ゾニキさんってどこ行きました？ナビです。で、ハイブリさんと O2 でやってます、うんうん、バイト。じゃあこの3人は違うな。ちょっと待ってください、ハイブリさんとゾニキが O2 で突然会ってます。で、そのちょっと前に僕はゾニキさん見てるんで、コメネコさん、位置的にゾニキさん、ハイブリさん無理だなと思います。待って、俺O2 直前ではないよ。行ってないよ。直前ではないかもしれない。ウェポンから O2 に下りましたよね、多分ハイブリさん。
あれ違う人ですか。あれ、いや一瞬下ったかもぐらいですね。停電が起きたかリアクターが鳴ったかですぐ戻ったので、ちょっとごめんなさい。停電の時もその辺いた人は無理なんで、物理的にその辺いました。アイブリさん停電の時、ごめんなさい、停電の時はアドミン見てました。でメドベイ1ついたんでメドベイ見に行ってたんですよ俺。あ、リポート直前なので、停電時多分エレクトリカルだと多分弁当行ってるんじゃないのかなの方が俺の中では。うーん、メドベ誰もいなかった。メドベイ、停電なる前ですか。停電中です。停電なる前僕メドベイ行ってすぐ出ました。なり始めたぐらいか、僕かもしれないです、もしかしたら。停電中も1は1がずっととりあえずメドベイについてたので。あ、 OK です。ハイブリさんリアクターなかったですか。1リアクターもあったけど、なんかね、ストレージが2に。リポートの前。何秒ぐらい前。アドミンからメドベーついて、メドベー一周したらなったぐらいのタイミングで、覚えてるのがストレージ2、ウェポン1、メドベー1、エレクトリカル1。リアクターまで覚えてない、ごめんなさい。うん、了解。僕、ウェポンかな、多分タイミング的に。ウェネコさんかもしれないですね、私が見たのは。ズニキさん？あ、はい、私が。ズニキさんは、そうです、そうです、僕とはすれ違ってますよ。すいません、間違えてました。すいません。レイジさんかな？可能性が高い人から釣っていくか。ローラーがいいね。ローラー、サンローラー。ローラー最強。だー、持ってたっけ？ありがとうございます。はいはい。 LG さんと武雄さんとセンターの話を聞こう。あ、僕からいいですか。僕は最終はローワーとエレクトリカルの間の通路ぐらいです。ローワー1ついてるの見てないですかね。あの直前ぐらいで。アドミンってずっと見てないんでしたっけ。アドミン、ごめんなさい、左側の方まで全部覚えきれてない。結構みんなバラバラにいるなっていう印象やったんで、ローはやったかもしれないっていうぐらいですね。ごめんなさい。はい、一応まあ向かってる途中でした。センターはアドミンにいんだよね最終ね。え、まあ、センターじゃない、ブリちゃんは。ブリちゃん最初アドミンにいるんだよね。メドベイに向かってる最中。メドベイに、メドベイ到着してる。ああ、そっか、それじゃあ見つけないかも。僕は、リアクターが鳴ったのを覚えてますか皆さん。はい。で、僕はその時リアクターには行かなかったんですけど、治った後にリアクターに助かったんで向かいました。で、ロワーエンジンあたりで慎太郎さんとすれ違ったんですよ。で、エレクトリカル方面おそらく向かったんだと思います。で、僕はリアクターについてタスクをし始めて、タスクをし始めたあたりで停電になったんですよね。で、あ、慎太郎さん行ってるから直してくれるかなと思ったんですけど、ちょっと時間経っても治んなかったんで向かおうとした時に、レポートっていう感じです。だからアドミンでは多分リアクター使いついてたはずです。はい、で、僕は、LG さんとはすれ違ってなかったような気がします。LG と停電の前は、まあ、もっと前はアッパーでタスクをしていたので、多分リアクターとすれ入れ違ってるかな。うん。え、アッパーでタスクして、その足で行ってるんですよね。停電に、アッパーから。まあ、そうですね。で、ロワーの右ぐらいですね、最終が。はい。でセンターってどこから向かったんだ。そうそうそう、メッドベイの中からカフェストレージエレクトリカルまで行ってるんで時間が合わない。じゃあブリちゃんとはニアミスなのかな。多分ニアミスじゃ、そのセンターさんが言ってることが正しければニアミスかな。停電中に動いているしっていうぐらい。まあここは釣らない方がいい。釣らないで、3人を警戒で、はい、でもうすぐ、僕を終わるんでタスク。はい、あ、ハイブリも同じく終わります。時間が合わないよね。僕がこう回ってる時間の間ここまでしか移動してないのさすがにね。しかも僕タスクやってる途中くらいから手になったもんね。ここがキルされてもいいんで助けります。向かうか。キューバ向かおう。宇宙の話をしよう。
全員いる。ミキさんがいないか。ここはすごいあれか。お疲れ様です。ゾニキさんが開けたところで亡くなってます。開けたところ。で僕は下通ってリアクター向かってるんですね。その時はなかったんですよ。で既にいたのがどなたでしたっけリアクターに。武雄さんかな。はい、武雄さんがだから武雄さんができない、ブリちゃんがさっきのはできない、だからセンタンとエレジーさんローラで終わりですね。アメネコくんだと思います。センタンさんとエレジーさんずっと僕が見てたんで、僕さっきのキルできないんですけど、上一緒に直しましたよね、リアクター。アメネコさんリアクターは一緒に直してますけど、センタンが後ろから来てますよね僕の。ああリアクター前ってこと。はい、そう。ごめん、もう一回場所教えて。ごめん、ストレージの左下。あでブリちゃんに言っとくんだけど、さっき僕ゾニキさんと右上にいたっていう証言があるから、ゾニキさんが処刑してくれてるか、僕は無理なのよさっきのキルが。アメリコさんリアクター下から行ったって言いましたけど、リアクター乗った時はどちらに。リアクター乗った時ストレージぐらいですかね。僕もそもそもタスクが終わってるので、あのアドミ見てリアクター右に偏ってたんで、リアクターなるなっつったらリアクターになりました。ほぼ一緒。天才です。エレクトリから2チャン見てもらってないですかね。エレクトリカルに1、あ、います、いました、いましたよ。僕エレクトリカルとリアクターに1ですね。シールド、ナビゲーションからですよ。あれ除染。俺から見たら、じゃあ先端3ってなっちゃうんだけど、まあローラーで終わるってことだから、じゃあ。ローラーで、でもいいし、タスクでもいいし。どうしますよ。タスクにしてもいいですけど、でもタスク勝てなかったとき、ローラーの方が丸いっちゃ丸いんだけどね。どうします？どっちもいいっすよ。僕、アメリコさんがどっちなのかわかんないんで。俺も。わかんないぞ。さっきのキルできなかったっていうのも、ゾニキさんが右上で O2 で僕と会ってるって言ってたじゃないですか。それもだから俺と見間違えてるって言ってて、俺もウェポンには行ってるのは確かなのよね。いや、直前だよブリちゃん。あ、直前か。そうやな、ちょっと待ってね。まあじゃあスキップしましょう、混乱してるなら。ごめん。まあいいですけど、それはまあしょうがない、しょうがない。僕が説得できなかったのが悪い、もしこれで負けたら。あとエレクトリカル1僕ですからね。もう昨日の時点でほぼエレジさんだったと思いますけど、まあ、ちょっと言えばタスク的に目標だけだな。タスク任せちゃおう。眠い、眠い。当たんないかな誰か。エレジーさんかな、うん、エレジーさん先端アドミンにいたよね。いた、はい、なるほど。その後先端のことブリちゃん何秒ぐらい前も見てる先端のこと。ほぼ一緒にいたはず。あ、最後も見てるなら OK。 じゃあエレジーさんに入れます、うん、で俺と武雄さんがストレージで分かれているのでほぼ時間がない。そんな、うん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 。で一応ブリちゃんに言っとくと、僕のセルフはないっていうのは、あ、その一つ前のそうやつでないので大丈夫。はい、その通りだと思います。一応エレジーさんの弁明を今から聞きますけど、はい、もう投票してない、もう投票してない。まあちょっと無理な起動しすぎましたね。まあでもきついっすよね。だってね、タスク終わっちゃいますしね、やるしかないですもんねこれ。いやもう多分もうローラで負けちゃうんで、次武雄さん殺して時間切れ狙うしかなかったです。すいませんでした。そうですよね。でもエレジーさんうまいっすね。うまいよ。多分センターさんに捕まえぐらいからバレてたと思います。じゃあ入れます。ずーっと入れ続けてたエレジーさん。一票入ってるのこれセンターさんだろ。ねえな。まあ他してはね。は僕のセレクもある。センター目線はね詰まるし、エレジーさん目線もセンター。そうそうそう。
ナイスファイト、すごい、ナイスファイト。いやー、エレジさんごめん、いやごめんなさい、俺がまさか初日追いつきでしたから分かってた。いや、言い訳をすると弁当を見られて藤宮さんを追いかけて偶然夏目先生に出会ったって。そう、あー、そうなんですよね。人通りの方に逃げたのになんで殺すんやって言いながら噛まれたのからしたら確かにって感じです。申し訳ないです。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。夏目先生ごめんね、星野だと思ってたんだけどさ。いやいや、まああれはしょうがない。いや、不安要素になっちゃうから申し訳ないと思いながら、うん、僕はでも他の人が話すことあればもうロラしてくださいで終わる話だったの。あ、でもな、時間特になかったし、あれ喋ってくれてなんかクソ良かったなっていう話は僕はしてたんだけど、正直なんか十中八九しろだけど、ダブキル起きた時に夏目さんを疑うっていうのにしたくなかったから念のためつったみたいな感じですよね、多分。あ、まあいろいろ考えられますからね。夏目先生なんですけど、うん、まあそもそもダブルキルを起こさせる状況を作らない方が強い。安定進行余裕ありますしね、かなり。盤面整理すぎるんですけど。最初にボタンを押した夏目が一旦残れただけでも、もうなんか良かったなって、なんか話せてよかったって。いや全然ね、夏目先生がいたから殺したんじゃなくて、マジで殺すしかなかった藤宮さんは。うん。でも対抗馬が夏目さんだったから村のボタン1個多くさせられたし、あのそこは全然。いや、優しい、めちゃくちゃ優しい。あれね、あえて無視して先端さんと一緒に行動するかも一瞬迷ったんですけど、あ、それやったらさすがにやばいなと思って。いや、それやったら多分僕はリポートして夏目先生になすりつけてたかな。あ、まあそうですよね。あ、いや、じゃあそしたら引き返さずに先端さんとずっと一緒に行動。いや、さっき後ろで殺してましたよって言ってそこまでして僕とくっついて、な、なに、なに、目的は何？いや、そしたら夏目先生になるからね。ずっとしたわ今。一瞬迷ったんだけど、ずっと先端と一瞬だよーって。死体を横目にくっついとこうって、発想がもう、ずっとするよね。確認して。ずっと一緒だよーって。怖い。怖いわ。気持ち悪いよ。センターちょっと本気で若干引いてるやんか。いや若干じゃない、もうドン引きですよ。ドン引きだった。